今日の企画は買ってきてくれました。まずセブンイレブン行って、でそっからファミマ行って、そっからローソンに行きました。3店舗回りました。いっぱい買ったよ。どうぞ。まずはセブンイレブンのスイーツを紹介します。まず一つ目、牛乳プリンです。よく保育園のデザートに出てました。カップが可愛いですね。なんかヨーグルトみたい。ヨーグルトみたい。ヨーグルトじゃなかった。何の匂いだこれ。ヨーグルトとプリンの中間の匂い。食べてみます。いただきます。グッ。飲めろか。感触はめっちゃプリンなんですけど、味はヨーグルトとプリンの間みたいな。結構牛乳な味がする。じゃあ次のやつ紹介しましょう。小さなメロンパンモコ2個入り。名前のところ、これかわいいね。メロンパンシュークリーム。本当だ、メロンカスタードホイップが入ってます。次は白餅たい焼きです。エコのおすすめです。いただきます。もちもちだね。白いたい焼きって初めて見た。めっちゃ美味しいです、ね。次は冷やしみたらし団子です。ゆなのおすすめの商品です。いただきます。あ、とろとろ。この団子がもちもちで甘いけどくどくない甘さが美味しいです。続きまして、ドゥルドゥルニューヨークチーズケーキ。後ろがタルトになってます。あ、本当、本当にチーズケーキ本当に好きなんですよ。半分こします。やった。いただきます。これ食べやすそうだね。結構ふわっていく、思った。これ普通のチーズケーキはするって感じだけど、これはふわって感じ。うん、うん、幸せそう。じゃあセブンイレブン最後のスイーツ、ダダダーン、シュークリーム。バニラカスタードシュークリーム。私が最高に好きなスイーツです。いただきます。なんか見た目クッキーシューみたいだけど、結構ふわふわな生地で、中のクリームがとろーってなってて、本当にとにかくとても美味しいシュークリームです。次は2番目に来たファミリーマート。これはなんだ、ぐるもちわらびミルク。え、美味しそう。名前美味しい。またわスイーツ、なんか美味しそう。なんか練乳入りって書いてます。練乳めっちゃ好きなんだ。美味しそう。美味しそう。これはエコちゃんが食べます。いただきます。すごい、お超ミヨン、本当にお餅なんスライムみたいな感じです。なんかお、伸びる伸びる伸びる。お、美味しいですか。めっちゃ甘っ。美味しそう。あ、いい伸びだね。いい伸び。ベリーグッド。そう、ベリーグッド。ベリーグッドです。美味しい。じゃあ、次バームクーヘン。バームクーヘン。バームクーヘン2個も買いました。2個も買いました。2個も好きなのね。好きなんですよ。美味しそうじゃん。外のね、砂糖が。それ好き。美味しいよね。もうこれはね、一目惚れよ、一目惚れ。いただきます。外の砂糖がもう美味しいから。ふわふわ。めっちゃふわふわだし、あの外側のこの砂糖も甘くて美味しい。うん、私も大好きなんだよねこれ。このよくなんかちっちゃい頃これ剥がして遊んでた。剥がして食べて、剥がして食べてって。別で食べるの。次のやつ、これ
ででで普通に美味しいやつ。生チョコの四角いクレープ美味しそう。しかもこのね、生地がもちもち生地なんで、うん、生チョコも美味しそう。美味しい。アイヤスイーツ好きだからさ、この企画めっちゃ喋る。だって好きなんだ、他の企画の倍ぐらい。これは私食べていい？半分ちょうだい。うん、半分ちょうだい。4分の1にしよう。え、じゃあ一口みたい食べる？アイヤ。はい、食べます。いただきます。大丈夫ですか？誕生日にいいの？外の生地がめっちゃもちもちで、まずもちが感じるでしょ。で、中のこのチョコがさ、この口の中にとろけ出して、あとクリームもなんか周りにあって、それが絶妙に味がビューンって感じ。じゃあ次食べる誰か。うん、サッキュ。おいしい。めっちゃ美味しいね。わかる。なんか、うん、チョコが甘すぎないんですよ。だから甘い生地と甘いクリームにめっちゃ合う。いただきます。なんかもっちもちの弾力のある生地に濃厚で甘くて美味しいチョコとクリームがあって、とにかく美味しいです。めっちゃ手が動く。スロー。幸せだな。生地がハンドソープみたいなんです。ハンドソープ。なんかシュワ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 ってなる感じが、なんかめっちゃ柔らかいって。シュ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 、ここになんか炭酸が弾けてる。気分爽快ができるクレーム。気分爽快。次にクローソン。最後だよ。まずこれ、ふわっととろーりチョコレート。見てください、この絵を。ふわーっと美味しそうにとろけてますよね。そこに惹かれて即買いしました。ふっくら生地のプチエクレア7個。みんなで食べますか？みんなで食べます。はい、いただきます。うん、美味しそう。うん、中にカスタード入ってるからシュークリームにチョコがついてる感じ。はい、ありがとう。いただきます。うん、うん、カスタードクリームが結構パンパンに詰まってて美味しいです。どうなりました？無言。チョコが少し溶け始めてるくらいがほろ苦さが出てすごく美味しいです。じゃあマカロン、これアリアがチョイスしたの。めっちゃマカロン好きなの。食べます。うん、じゃあこのピンクの方いただきます。何味かね。いちご。うん、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 甘おって書いてある。甘おいちご。ちゃんとしたね、いちごの味が入ってる。まだ匂いがね、だってこっちまで来る、いちごが。いちごの匂い。これでロンソンです。終わりです。ほっぺた美味しそう。じゃあちょっとずつみんな食べてったので、この後完食します。絶対絶対に絶対に。スイーツは見つめろよ。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。